ムハンマド・ブハリは、ナイジェリアの軍人、政治家。カチナ州出身のフラニ人で、イスラム教徒である。1983年12月31日、クーデターでシェフ・シャガリ文民政権を打倒し、1985年8月27日まで、ナイジェリアの国家元首を務めるも、イブラヒム・ババンギダのクーデターによって打倒された。 2015年3月31日、ナイジェリア大統領選挙で、現職のグッドラック・ジョナサンを破り、大統領に当選した。ブハリは1942年12月17日に、カツイナ州で生まれ、1962年に19歳で、ナイジェリアの陸軍士官学校に入学し、 1962年から1964年まで、イギリスのサンドハースと王立陸軍士官学校で軍事訓練を受けた。1975年に誕生したムルタラムハンマド軍事政権の下では、北東部州の州知事に任命され、1976年に北東部州が解体されるトボルの州の初代知事を務めた。 1976年に、オルセ軍オバサンジョ軍事政権の下で、石油、天然資源大臣に任命され、石油のパイプラインや貯蔵インフラの整備を推し進めた。1977年には新設された、ナイジェリア国営石油公社の総裁に任命されて1978年まで、その地位にあった。 1979年から1980年までアメリカ陸軍戦略大学に留学して修士号を授与された。1983年12月31日に当時第三機構師団の師団長だったブハリを中心とするナイジェリア軍将校がクーデターを起こし民政遺憾で成立したシェフ・シャガリ政権を打倒した。ブハリは 国家元首である軍事評議会議長に就任すると、文民政権は絶望的なまでに腐敗し、社会から道徳が失われたとして、クーデターを正当化した。ブハリの政策は、ブハリ主義と呼ばれ、特に、無規律との戦いと称した国民キャンペーンによる、好奇粛清は、熾烈さを極め、ナイジェリアの人々は、バス停やエレベーターで整列しなければ、鞭打ちで罰せられ、 警備な犯罪でも死刑に処された。報道の自由を抑圧して、罪状なしでも3ヶ月まで反対派を拘禁できる、法案を通過させ、ストライキやデモは禁止され、1984年10月までに、汚職を理由に、約20万人の公務員を解雇して、約500人の政治家や実業家が投獄され、著名なミュージシャンで、政治評論家でもあるフェラクティに、 小益十年の刑を宣告し、アムネスティに政治的な弾圧であるとして、非難を浴びた。また、国際通貨基金が内羅を60%切り下げるよう要求したとき、IMF との関係を断絶した。しかし、ブハリが自ら推進した、経済改革は IMF が要求したものより、厳格であった。 1985年8月27日にイブラヒム・ババンギダによって打倒され、ブハリは1988年までベニンシティで交流された。ブハリ支持者は、ブハリの政策が、その規律正しさで、具体的な成果を出し始めたゆえに腐敗した勢力に、打倒されたと信じていた。釈放後、ブハリは、サニアバチャ政権下で、 石油信託基金の総裁に就任した。民主化後、2003年には、ブハリは全ナイジェリア人民党から大統領候補として選挙に出馬したが、人民民主党の現職大統領オルセ軍、オバサン女に11万秒差をつけられ敗北した。この結果に対し、ブハリは不正選挙が行われたとして受け入れを拒否した。この後、ブハリは、 北部と軍の支持をバックに、保守派の有力政治家となっていった。北部諸州がシャリーヤを導入して、連邦政府と対立した際には、ブハリは北部を支持して、オバサンジョ大統領と対立を深めた。2006年の大統領選挙にも出馬したものの、いずれも辞典に終わった。2006年の選挙では、彼の対抗馬は同じ州出身のウマルラドで、あり、 ブハリの地盤とする北部票が参色される結果に終わった。得票はヤラドゥアの70%に対しブハリは18%に過ぎなかった。ブハリはこの結果も受け入れを拒否した。選挙後、全ナイジェリア人民党はヤラドゥア政権入りを決めたがブハリはこれにもことを唱え2010年3月には全ナイジェリア人民党から離党して新党である。 進歩変革会議を決闘した。2011年4月6日の大統領選挙においては、ブハリは有力候補とみなされていたものの、南部を地盤とした現大統領グッドラック・ジョナさんに100万票以上の差をつけられて大敗を喫し、またも辞典に終わった。これにより、開票結果が発表された18日からブハリ支持者の多い北部を中心に暴動が勃発し、 500人以上が死亡した。2015年3月31日、大統領選挙で当選して、現職のグッドラック・ジョナさんを破り、同年5月29日に、ナイジェリア第15代大統領に就任した。就任半年後の11月11日、組閣にこぎつけた。2019年2月23日に実施された、大統領選挙に勝利して再選した。 ナイジェリア大統領選挙について。2015年4月2日閲覧。オボテツクド、ソロモン、ザイノーギュラルアドレシズアセンションスピーチズオブ、ニゲリアン、イレクテッドノンエレクテッドプレジデンツプライム、ミニスターフロム1960から2010、ユニバーシティプレスオブアメリカ、P90、ザタイムズ。U.S. オーバーテイクス、ブリテンアットエデュケーティングリーダーズ。 ピコグラム、19ナイジェリア、S オイルプロダクションオニン,ンクリース、アフロアメリカン、16、16ディセンバー1978、アーカイブされたコピー。2009年7月26日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年5月22日閲覧。トラブルドジャーニーバイリーバやコローズヌアシュク、g n ヌツイウェンハット、A、リジョインダーツーセミエリテラット。 PDP セクレタリープロフェッサー我オラディポバイドクター MK 破産 http セハラリポーターズ .com 2014-12-22リジョインダー。セミエリテラット PDP セクレタリープロフェッサーウェールオラディポドクターマーク破産ン。2020年12月3日閲覧。マシューズマーチンピーナイジェリア。 カレント・イシューズ・アンド・ヒストリカル・バッグ・グランド、P121、グラフ・ウィリアム・ザ・ニゲリアン・ステート、ポリティカル・エコノミー、ステート・クラス、アンド・ポリティカル・システム・イン・ザ・ポスト、コロニアル・エラー。ロンドン、ジェームズ・カリー、ISBN 9780852553138、P149、サヌシ・ラミド・サヌシ、ブーリズム、エコノミック・セオリー・アンド・ポリティカル・エコノミー、 ラゴス、http コロンスラッシュスラッシュ www.gamji.com スラッシュ s a n u s i スラッシュ s a n u s i 2 6 htm 2レイ2レ年12月見日閲覧モハメッドヌラナイジェリアザ・スポンテーニアス・ブリズムエクスプロージョンインザ・ポリティ リーダーシップ、http コロンスラッシュスラッシュ allafrica.com スラッシュストリーズスラッシュ 201009140173.html2020 年12月3日閲覧クリフォード D メイ、ナイジェリア、S ディシプリンキャンペーン、ノットスペアリングザロッド。ザ、ニューヨークタイムズ、フェロラ、トインマシュウエムヘアトン、A ヒストリー。 オブナイジェリア P214 ナイジェリア S ムハンマズブハリインプロフィール BBC ニュース HTTPS www.BBCCOUK ニュースワールドアフリカマイナス -12898072020 年12月3日閲覧ナイジェリアヒューマンライツウォッチアフリカアフリカアップン、e u テンプレート サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。ショーラーでネカン、アビチュアリー、ドクターベコランソメクチ。 ザガーディアン h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w g u a r d i a n c o u k スラッシュニューススラッシュ2006スラッシュフェブラリースラッシュ15スラッシュ GUARDIAMOBITUARIS.MAINSECTION2011 年4月20日閲覧。ブリルジェームズ・レイモンド、ザ・インターナショナル・マネタリー・ファンド。 ポリティクス・オブ・コンディショナル・レンディング・ダウトレッジ・ P60 ISBN 9780415374637マシューズ・マーチン・ピー・ナイジェリアカレント・イシューズ・ヒストリカル・バックグラウンドノバ・サイエンス・パブリッシャーズ・インク・ P122 ISBN 978-1590333167ムハンマド・ブハリブリタニカ・オンライナイニエンサイクロペディア b r i t a n n i c、e、a com 2011年4月20日閲覧。マックスシオロンブハリ＆イダイアグバーンエミスドポチュニティフォナイジェリア d a w o d u com デベロップメント P T F シャイニングインザグルーム2011年11月4日閲覧。ナイジェリアファクツイドフィギュアス b b c ニュース、BBC News, h t t p n e w s b b c c o u k スラッシュ1スラッシュハイスラッシュワールドスラッシュアフリカスラッシュ 6508055.stm ヒュージウィンフォーナイジェリア s スアズワ BBC ニュースエ p プリル23 2007フェストスアウェーテコングレスフォープログレッシブチェンジコンシダーズゴーイング Court。 ネクスト2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年4月22日閲覧ナイジェリア大統領選現職ブハリ市再選ロイター、h t t p s f r ロイター c o m アーティクルナイジェリアイレクションブハリエジプキシエン 19G-0PG2020 年12月3日閲覧ありがとうございます